こんにちは、牧野直太です。今日は9月21日の火曜日になります。本当にね、最近は水圧洗車ももちろんなんですけど、ラッピング作業すごいご依頼いただいてまして、今回の動画もね、実はね、ベンツ2台のラッピングだけです。でもね、本当にラッピングはね、もうコンスタントにね、ご予約をいただいてます。フルラッピングもそうですし、部分ラッピングね、こちらの方も予約いただいてるんで、ありがたいなと思います。まあ本当にラッピングの動画ね、また今日も、見ていただくんですけど、まあこういうの参考にね、皆さんも、してみたいなと思う方は、お電話、メールでも結構ですしね、ご連絡いただけたらと思います。はい、それでは今日の動画スタート。はい、こちらは新車で、作業のご依頼の方をいただきました B 様の、ベンツのゲレンデ、G400D になります。本当にね、ディーラーで納車されて、その足でこちらに、ご来店いただきまして、今回ね、ホイールの塗装とルーフラッピングの施工をさせていただきました。で、ホイールの方ですね、もともとシルバーのホイールなんですけど、この純正20インチをグロスのブラックでね、綺麗に塗装をしまして、コーディネート。これだけで足元、めっちゃ引き締まります。ね、このガンメタボディとね、すごく相性いいと思います。で、ベンツマークもね、この周りの、メッキのエンブレムだけ残して、中もシルバーだったんですけど、ここら辺も全部グロスのブラックで施工をさせていただきました。はい。でね、ルーフなんですけど、僕ちょっとね、背が低いんで、かなりこの高い天井のね、車取りにくいんですけども、3M の2080のグロスブラックですね、こちらでラッピングです。でゲレンデはね、ちょっと形状的なものとサイズ的なもんでね、1枚張りでは無理ですんで、左右のね部分から貼っていって、最後に中央を貼るというね、そういう貼り方でマキナではまとめてます。まあ、これも非常にクオリティ高くできてると思います。はい、まあ、こういうねガンメタボディの新車ですね。本当にG400D はね、まだ出たばかりで納期がね、だいぶかかってるというお話ですけど、一発目に納車された、B 様のゲレンデになります。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、今ね、ベンツの C クラスの、ウィンドウモールのラッピングをしているとこなんです。で、ここが最後の1本なんですけど、ちょっとアップにしてくれる？これね、欧州車ものすごく多いんですけど、この金属モールの腐食で、こういう白い斑点が無数にできるんですよね。で、こうなると、なかなか取れないんです。なんかこれを取る薬品もあるらしいんですけど、非常にその、効果でなかなかね、手が出ないという方が多くて、でしかも元に戻るだけなのでね、それやとうちみたいなね、カスタムショップであれば、こういうラッピングという技がありますんで、まあここをツヤありの黒にしたり、こういうカーボンにしたりというね、そういう形でカスタムをさせていただいてるんです。でこちらの車ボディがね黒なので、メリハリつけるのに同じ黒でも、こちらのカーボン、ブラックカーボンをお選びいただいているので、これで、今ねもうだいぶ貼ってるんですけど、モールとかこのメキパーツですね、ドアノブの上とか、こういうとこを今ラッピングしてるという、そういう内容です。はい、でボディに傷つかないように、今ちょっとね下にこのマスキングテープを貼りまして、今から貼っていきますね。使うフィルムは 3M の2080の、カーボン。はい、では貼っていきます。でね、このモールもある程度のね、ちょっと大きめのサイズに切り出してこう貼るんですけど、こういう角ありますよね、こういうとこをね、あらかじめしっかりこう押さえておかないと、空気がね溜まってしまって抜けにくいんですよね。だからこういうとこきっちり角を押さえてから、上下こういうスキージでしっかり押さえていきます。で最後はね、熱をヒートガンで熱を当てて、きっちりね密着させようにするんですけども、そんなに難しくないですけど、やっぱりそういう要所要所をね押さえて
きっちり貼っていきます。でウィンドウモールなので、今のこういうメッキのモールとね、ゴムモール必ずいるんですよね。こういうここの境できっちりカットをするんですけど、そのカットラインをねきっちり出すために、こういうスキージの角でしっかり押さえていきます。で下側も今このボディ側にもね貼り付いてるけど、このまま押さえたらむちゃくちゃ突っ張るので、必ず浮かしてくっきりラインをつける、奥まで入れ込むイメージですね。はい、これでほぼね面が貼れたんですよ。でここまで来たら注意しながらボディに傷がつかないようにカッターの刃を最小限に出してカットしていきます。で最後ね、この巻き込みもあるので、巻き込む時にね多少伸ばすので縮む可能性があるので大きめにカットするんですね、端をね。じゃあ上もカットします。そしてめくっちゃう。よいしょ。こんな感じですね。で下側もカットしたのでめくってしまいます。はい、そしたらこの面は貼れましたね。あとは角の処理、これはねちょっと時間かかるんでここで切ります。角もねあんまりこうヒートガンで熱しすぎて引っ張りすぎたら必ずめくれてくるので、そこら辺はねちょっとプロの技術でしっかりやっていきます。はい、それでは引き続きやっていきます。はい、1週間のお預かりで、カスタムの方をさせていただいてました M 様の、ベンツ C クラスですね。すべてカスタム完成しました。で、先週のプランでね、させていただいたのは各部のねメッキパーツのカーボンラッピングなんですね。まずねここのフロントバンパー下のこれメッキだったフィンですね、これ先端です。これを3M の2080、カーボンブラックでラッピングですね。でウィンドウボール、これね先ほどの動画でね見ていただいたと思うんですけども、もうベンツに限らず欧州車ほとんどなんですけども、アルミの腐食でですね、白い斑点がすごい出るんですよね。で、まあ、それを隠すためというか、まあ、カスタムねドレスアップも兼ねてこういう感じで 3M の、カーボンブラックで
M 様はラッピングをご依頼いただきました。もう全然違いますね。あの斑点がね、すごくお車を汚く見せてしまうんですよね。ドアノブもきっちりさせていただいてます。これでね、サイドビューがもう激変、シルバーがサイドからなくなったことで、あの本当 AMG のようなね、スポーティーさと、なんやろう、パリッとしますよね。すごい引き締まった。で、リアは、トランク、なんや、トランクガーニッシュですね。このメッキのとこをカーボンブラックにしてるのと、ディフューザーのこのフィンですね、ここもメッキだったんですよ。ここら辺をすべて、カーボンラッピングさせていただいてます。で、せっかくなんでね、今までもいろいろカスタムさせていただいてる中で、まだね、全然ご紹介できてないと思うんでね、ご紹介させていただくと、SDF 製のこれ、トランクスポイラーですね。すごい自然なラインで、こう後ろがね、一気にスポーティーになる、こういうトランクスポイラーをお付けになられてて、足元ですね、これがやっぱり目玉かな。この車ね、C クラスでも、車高調ではなくて、エアサス車なんですよね。ですからいつも の IID 製のロアリングロッドでローダウンをしつつ、これはね、ワークのね、グノーシス FMB03 っていうね、単造ワンピースホイールです。ものすごくいいホイールをインストールしていただいてます。で、ボディカラーに合わせて、グロスのブラックのね、塗装で仕上げてるという、グノーシスフォージドって書いてますね。はい。で、ブレーキキャリパーはもともとシルバーなんですけど、いつもの赤にペイントさせていただいて、メルセデスベンツのロゴをね、入れてるという、こういう足元です。フロントはね、まあ、ベンツほとんどそうなんですけど、純正でも対向キャリパーなんですね、ブレーキ。ですからね、ペイントするとすごく華やかで、ほんまかっこいいです、ね。で、この単造ワンピースのね、この組み合わせ、これはもう鉄板ですね。はい、こんな感じでね、ものすごいこうスポーティーに決まってる、M 様の C クラスですね。いつも兵庫県からね、本当にご来店いただいて、カスタムをね、頻繁にさせていただいてます。本当に遠方からのご来店いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、今日のラッピングの動画いかがだったでしょうか。本当にね、ご興味ある方はどしどしお問い合わせください。はい、それでは次の動画まで、さよなら。